はいはい、お呼びでしょうか。どうぞこの道をまっすぐお進みください、レバニア様。レバニア、これ運送屋も100回タップしたらあれになる。おレバニアっていうんだ。怪物、すごいなあ。横尾さんほんと好き。あの13騎兵を発売しないでくださいって言った横尾さんほんと好き。あ、あなた誰？怪物さん。怪物とは失礼な。この方は去る場所からこの世界に降臨された。尽くすんですね。そしてあなた様は人間になるんですね。受けたまわりました。そろそろ朝みたい。私ピオっていうの。じゃあまた明日ね、怪物さん。夢の提供者が都合よく見つかりましたね。さあこれから忙しくなりますよ。これは運送や黒幕だな。私にはわかる。安直。生きる理由が悲劇だとしても、戦う理由が絶望だとしても、あっちの世界が夜になったようですね。眠りについたお嬢さんがそろそろこっちの世界に。それでは、よいしょっと。いらっしゃいませ。お嬢さんの夢とつながる刑事の世界へ。ここは刑事っていう場所なの？でございます。怪物さん、本当にまた会えた。昨日の約束の通り、私の夢を食べてください。
束か。ではお二人にはこの刑事を進んでいただきます。綺麗なとこですね。これなんかゆっくり走ってあげてんのかな。こいつ、いやー、こうも利害が一致するクライアントがすぐに見つかるとは。これぞウィンウィン。詳しいことはおいおい私めが説明しますからね。さあ張り切っていきましょう。綺麗だな。ああ。私が閉じ込められていた場所よりもずっと素敵な場所。閉じ込められていた。ほら、ここエレベーターですよ。実に近代的。誰がそう呼び始めたのかは存じませんが、カカシスケアクロ体験かな。この黒いカカシが怖い夢ってこと？まあ厳密には少し違いますが同じようなものです。怪物さん、私の夢をどうぞお願いします。行こう。敬礼なんだな。E88B1。どこにでもあるショッピングモール、どこにでもいる家族、それはありふれているようで、この上なく幸福なかけがえのない日常。この夫婦もまた当たり前の日々に感謝し、平凡に暮らしていた。リュウチケンユンさんっぽい。ロボットか。ピーちゃんけ？クマさん。スキンヘッドなんけ。突然地響きが起き、ショッピングモールの外から悲鳴が湧き上がる。これは外に出た夫婦が目にしたのは、息子に襲いかかろうとする巨大な花。花。二人。どんな感じなんだ花。花だ。さあ始めるぞ。一人か。シドニアっぽいんだよな服が。
やれんのか。やるわ。さすがにいけるか。渋いな。スキンヘッドではなかった。ホールが助けになれるか。渋いな。うん、2回行動速さで負けていい。うん、速いぞこいつ。体験。おお。それは幾度となく繰り返し見る悪夢、絶望に突き落とす現実だった。こっちか。あー、家か。片で取れちゃったんだ。妻の瞳は葛藤と定年と絶望とがない混ぜになって潤んでいた。花への復讐の誓い。あの日以来、それだけが男を突き動かす原動力となっている。寝たやしにするまでってことか。今夜この件、お嬢さんの夢を食べるにはまず夢の原型である記憶を修復する必要があります。これから黒いかかしを見つけたらどんどん修復していきましょう。黒いかか、随分溜まってしまった。はい、36,000。10連ガチャいっぱいできるぞ。どうしよっかな。そのままいっちゃいますか。変わった。もしやと思ったが、行きますか。4ヶ月前。私の夢どんなだった？花の化け物が人を殺す物語でしたよ。大丈夫、お嬢さんが目覚めた時には夢のことは何も覚えちゃいないですよ。それはな。
これは何でしょうか。あ、2万になった。行く。そろそろあれかな。黒い敵が刑事にまで侵食してきているとは。夢に影響があるといけないので片付けていきましょう。下がってくる。光の感じがリアルだ。ショーはとりあえず行けるか。私ね、いつも怖い夢ばかり見てるの。全然知らない人たちの夢なんだけど、みんな死んじゃったり痛い目に遭ってたり。ふむふむ、お嬢さんはこの世界との適応率が非常に高い人間のようです。時代も場所も超越した誰かの記憶が毎晩夢として再生されているのかもしれませんね。難しくてわかんない。うん、難しいよな、そりゃ。お、怪物さん、いってらっしゃい。これで、そうか、ちょっとずつ仲良くなってっちゃうからって感じかな。4面栄養室。毎日きっかり同じ時間になるアナウンスは、白い服を着た者たちに食事の時を告げる。男はいつものように栄養室という名の食堂に向かう。この白い服は自由を失った者の象徴だ。規律を乱すのは許されない。栄養室。なんか普通じゃ住めなくなっちゃったのかな。逃げようとする女の目の色が焦燥から狂気へと変わっていった。この白い服は囚人の証。囚人たちは行動と意識を管理下に置かれていた。囚人。なぜ。
かな。その時、施設中に響く警報が花の出現を知らせた。息子を殺し、幸せな家族を切り裂いた巨大で不気味な花。それは今なお世界の脅威として人々を脅かし続けていた。かっこいいね。いや、このかかしが保存している記憶は自由がない世界の話ですか。息が詰まりますね。自由ね。自由がない世界？それって私みたいな首輪をつけてる世界？いや、首輪はつけていませんが。そういえば首輪が最初からついてたんだね。じわじわと。そういえば、なぜお嬢さんは首輪をつけてらっしゃるんです？言いたくない。あ、来るな。奴隷かなってちょっと思ってますけど。毎日楽しい夢を見れたらいいのにな。可愛いお洋服とかキラキラのブローチとか食べ放題のケーキとかママの作ったシチューとか。現実が辛いからせめて夢の中ぐらいはって感じなのかな。ほらほら、ここ行き止まりに見えるでしょ。これがワープってやつですよ。感激しますでしょ。びっくりしたよ。いやはや、便利な世の中ですね。便利すぎる。もう一回やったら戻れるってことか。
行けんのは右か。あれ、ああ、こっちか。そっから行くのかと思っちゃった。階段がありましたね。おや、若干動作が重い気がする。さあ、じゃあ続きやっていきますか。あの、どうやらここ、このエリア自体が重いみたいなんで、こうからちょっと中に下げようと思います。そもそも重いんですって。すごいもんな、だって。ちょっとやっと三つ目のかかしですな。なるほどね。それは再起動しても治んねえわけだわ。ちょっとあれです、強くしました。ゲリライベント最高、ゲリラクエストか。狭く息苦しいコンテナの中、囚人たちは物のように運ばれていた。花に侵略された政府は人々を兵士として強制徴用した。男とその妻もまた例外なく兵士という名の囚人となっていた。たちは揺らめく花を殲滅すべく一斉に走り出した。幾度となく繰り返す戦い、これは彼らの日常だ。戦ったどの個体よりも大きく禍々しい花だ。ダメか。二人は窮地を仲間たちに救われた。囚人たちは記号と番号で呼ばれて管理されてはいるが、自由だった頃以上に不思議な連帯感が生まれていた。そう思っていた。何が？どうなったんです？ちょっと。
お疲れ様でした。いやはや、あの囚人たちはどうなったんでしょうね。また誰かひどい目に遭ってるの？お嬢さん、あまりお気にされますな。あんま変わんねえな。あんま変わんないな。重いは重いな。じゃあ画質悪くなんだったら。おぬぬめ。俺のでもあれ環境ではないらしいんで、ちょっとここはマジであの PC 版をちょっと出していただけると。まあ修正とか組んですかね。これは水中ってことで。いけはるいけはる。結局でもあれだかな、画質落としてもまあ水中ですな。ところによりって感じか。記憶の修復は順調でございますね。あれ、そっち行っちゃった。またどんどんじりじり上がってくな。まあ、こんぐらいならまだ大丈夫だと思うけど。重い。お次で今宵の記憶の修復は最後ですよ。張り切って参りましょう。探してみるか、たまには。可愛いが。正直武器の持つ記憶をそのまま夢として見る人間には初めてお会いしました。私変なのかな。いいえ、とても貴重な散布。クライアント様ということです。散布。優しい。最後の一踏ん張り、行ってまいりましょう。怪物さん、頑張ってください。一応進みすぎてあのメッセージが途切れるとあれかなと。さあ行きますか。
で時間を止めたかのような不自然さで仲間たちは静止していた。人形あるいはロボットのように停止する仲間たちを見て、男と妻は戸惑うことしかできない。やがて彼らは不自然な規則正しさで歩き出した。アンドロイド。これ倒れてるの？ああ、いや、さっきの仲間たちか。その光景はとても奇妙だった。囚人たちは皆一様に無表情な顔でそこへ飛び降りていく。そんな、もし、高卒が取れてる。かっこよ。本編ではね、この3人が並んで戦うことはなかった。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。やるわ。邪魔をするな。行け。あ、おお、意外とあっさり。操られた仲間たちを相手に二人は追い詰められていく。語られたのは花に対抗するための作戦。いや、実験だった。囚人たちは花との戦闘データを記録、比較、分析され、実績の振るわないものや自我が強くエラーとして判断されたものは組織が処分しているということだった。これで終わり？さすがにか。男が目覚めると、そこには囚人服を着た者たちの死体が乱雑に積み上がっていた。自分だけが生き残ってしまった。許せない、許せない、許せない。男は地の底でうなるような叫び声を上げた。
ほどほどか。子供だけでなく妻まで失うとは、男の悲しみは到底言葉では言い表せないものでしょうな。ともあれ、今宵の記憶の修復はこれにて完了でございます。さあお待ちかね、夢のお時間でございます。お嬢さんが目覚める前に悪夢を食べてしまいましょう。うわ、一番最初に、そうか、逆にだから戻ってったってことなのかな。いきなり言葉か。ん？あなた様が人間になるためにはもっとたくさんの夢を食べなければなりません。そろそろお嬢さんはお目覚めの時間ですね。楽しかったよ、怪物さん。また明日ね。では私たちも参りましょう。いえいえ、あちらを見ていてください。ささ、どうぞお乗りになってください。喋れるは喋れんのか、関係ないのか。ではお嬢さんの明日の夢に進みましょう。私と来たらワクワクしております。あなたを抱きしめる、強く強く、偽りでないことの証明。それでは、よいしょっと。こんばんは、怪物さん。あのね、昨日は何にも夢を見なかったんだよ。いやー、さすが夢食いであらせられる。ナイス食いっぷりでしたもんね。お願いします。どんどん芽生えていく感じか。というわけで、キリが良いので、これまたあれかな。まあおそらく、まあいいか、少年なんです。じゃあ降ります。